ラインウェブチューンは2005年に韓国のネイバーが立ち上げたウェブチューンポータル。ネイバーは2000年代後半から2010年代前半の間大きな人気を集めた。このサービスはネイバーウェブチューンとして韓国で初めて発売されたが、ネイバーブランドが海外ではよく知られておらず、一部のサービスも韓国以外では利用できなかったため、2014年7月に ラインウェブチューンとして世界的に開始された。2016年にネイバーのウェブトゥーンサービスは日本市場でゾイとして中国市場ではドングマンマンフアとして入ってきた。ラインウェブチューンは1990年代後半から2000年代前半にかけて韓国の漫画業界が崩壊するのを見て2005年にウェブトゥーンという名前でキム・ジュングによって設立された。 日本の漫画や韓国のスーパーヒーロー漫画を読んで大きくなったキムは新しい漫画がほとんど出ないことに気づき新しい漫画を作る方法を模索していた。キムはユーザーたちが Web ページをスクロールするのに慣れていることから長くてスクロールするような漫画がワールドワイドウェブでうまくいくと考えた。キムは当初このような独特なレイアウトのため自分のサービスで ウェブトーンを制作してくれるアーティストを見つけることが難しかったが、現地の漫画業界が厳しい状態だったため、漫画家たちも何か変わったことを願っていることが分かっていた。LINE ェブ b t u n のコンテンツは制作者が全面的に所有しているが、検索エンジン、ウェブポータルであるネイバー企業は、オンライン広告から知的財産権の販売や、その他のメディアでのキャラクターの紹介など様々な、 収益モデルを通じて、ウェブサイトから利益を得ている。2014年7月2日、LINE WebTune のウェブサイトとモバイルアプリは、世界中で発売された。早速、海外のアーティストは彼らの作品をサービスに、アップロードできるようになった。ネイバー企業は42種類のウェブトーンを選定し、アメリカのアーティストに、新しいウェブトーンを一つ選んでもらい、英語でのサービスを開始する予定。 148個のアプリによれば、このサービスは、発売時に毎日7から10種類のウェブトゥームが更新され、様々なジャンルに広がっているため、豊富なコンテンツを提供している。2015年に、ネイバーは、アメリカのベテラン漫画家スタンリー、イメージコミックの共同設立者マークシルベストリ、メイクアップアーティストミシェルファンと協力して、サービスを促進した。 シルベストリは長期間制作の漫画シリーズ、サイバーフォースをプラットフォームに持ち込んだ。ディーン・ハスペリエル、ケイティ・クック、セスクシュネルオシャムスベール、およびトレイシー・ジェイ・バトラー、トレイシー・ジェイ・バトラー・ラッケ・デイジーを含め、アメリカのコミックブックアーティストや、漫画家がネイバーと提携している。2016年9月に、ラインウェブ・トゥーンは、 ウェブサイトのディスカバーにパトリオンボタンを組み込んだパトリオンクラウドファンディングサービスと提携した。この機能は読者が楽しんでいるウェブトーンをサポートするための簡単なチャンネルを作成してくれる。ネイバーはパトリオンのページで特定の活動や人気の基準に達したウェブトゥーンクリエイターのために毎月360万ベイドルと1000ベイドルを投資した。1ヶ月後、 ネイバーはクリエイティブアーティストエージェンシーとアメリカで映画やテレビに参加した。ラインウェブチューンはアーティストアレイツアーの形で2016年後半にデビアントアートと提携した。同社はボストンコミックコン、ボルティモアコミックコン、ローズシティコミックコン、ニューヨークコミックコンの4つのコミックコンで活躍した。ここでラインウェブチューンとデビアントアートはディスカッションパネル、 アーティストアレイスポンサーシップス、ライブドローイベント、インフルエンサーとクリエイターのデモンストレーションエリア、およびオンサイトコンテストを開催した。abcde,webtons.com コンペティティブアナリシス、マーケティングミックストラフィックアレクサ。アレクサインターネット、2020年12月12日、閲覧。ありがとうございます。